皆さんこんにちは、ピロタンです。今回は最近気に入っているビーチアクセスのソフトボード、これに付属の柔らかいフィンではなくて普通のサーフボードにつけるグラスフィンをつけたらどうなるかっていうのを検証してみました。ぜひ動画をチェックしてみてください。映像の最後にはソフトボードをうまく乗るコツもお伝えしてますので、ぜひ最後まで動画を見てくれたら嬉しいです。チャンネル登録やコメント、高評価もお待ちしています。
サーフセッションなんですが、波はパワーが弱くて、波のフェイスもとても柔らかくて、ミッドレングスには少し難しいかなと思ったんですけど、自分の想像以上にボードが走ってくれたので、すごく楽しいセッションになりました。で、今回グラスフィンをつけてみての正直な感想なんですが、小波でパワーのない波だと乗り味に大きな変化はないかなというのが正直な感想です。この後に胸くらいのサイズのパワーのある波でサーフィンしたんですが、波のサイズもこれくらいになってくると、このフィンの大切さがすごく感じられて、やっぱり柔らかいフィンよりもグラスフィンの方がターンの粘りだったり、際どいところでターンができるようになるので、フィンの使い分けは波質とかサイズによって使い分けられたらいいなと思います。今回私は FCS のワンタッチのフィンを使ったんですが、サーフボードのボックスよりこのビーチアクセスのボックスが若干広くて、もしかしたらこう取れやすくなってしまうのかなと思ったので、ネジで締めるタイプのフィンをお持ちの方は、このソフトボードには合うのかなと思いました。最後にソフトボードをうまく乗りこなすコツを3つお伝えします。ポイント1が、テンポを遅らせる。ポイント2、テイクオフのタイミング。ポイント3、乗る位置。アップスのタイミングをいつも乗っているボードの時よりもワンテンポこうゆっくり行ってあげるイメージでやってあげるといいと思います。ロングボードでターンするときは 2,3 秒をかけてゆっくりこうターンしていくようなイメージで、ターンのときは急激にボードをこうグッと傾けないようにして、ゆっくりテール寄りのレールを沈めて、焦らずゆっくりターンすることを意識してください。で、ビーチアクセスのミッドレングスはこうかなりサーフボードに近い乗り味で、レールの形状もこうすごくしっかりとしているので、よくあるソフトボードよりかはすごくサーフボードに近い乗り味で楽しめると思います。ミッドレングスでも少しターンのリズムを遅らせてあげることで、こう加速のリズムが感じられるかなと思います。次のポイント、テイクオフのタイミングなんですが、ソフトボードは浮力があるので、うねりからスピードをつけてテイクオフに入るようにしましょう。セブンゼロのミッドレングスでもロングボードで沖で波待ちする位置にいたんですが、その場所からでも私は波に乗ることができたので、かなり浮力はあると思います。1本目は加速する前にテールに乗りすぎてしまってちょっと失速してしまったんですが、加速したい時は前足に荷重してあげるとボードのスピードがアップしてくれると思います。乗る位置なんですが、サーフボードと同じで、サーフボードの中央が加速する場所、ターンするときはテール寄りに足を置くことがすごく大切になってきます。ビーチアクセスを使い始めて5ヶ月ほど経ちました。かなりの頻度で使っているので、こう傷がついたり汚れがついてしまったりっていうのがあるんですけど、このよくソフトボードにありがちなこう水が保管時に水が滴ってくるとか、水を吸って重たくなるっていう現象は今のところ起こっていません。ただ一つ注意してほしいところは、この黒いボードはすごくやっぱ熱吸収がすごくって、ビーチにこう太陽が強い時にビーチに置きっぱなしにしたり、暑い車内に放置してしまうと変形の原因になってしまうので、注意してもらえたらいいなと思います。最近だいぶ秋に近づいてきたんですが、これからがサーフシーズンかなと思うので、皆さんこれからもサーフィン楽しんでください。それでは次の動画でお会いしましょう。